孫悟は医療で蜀軍を散々に打ち破り、劉備を撤退させた。翌年、劉備は諸葛亮に工事を託すと、その生涯を閉じる。諸葛亮は劉備の子劉禅をいただくと、孫悟との協調路線を回復した。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。先だって帝位の禅譲を受けた宗妃はこの状況を危惧。強大になりつつある五の力をそぐべく高陵へと軍を進めた。繁盛での共闘もつかの間、孫悟と葬儀の間に緊張が走る。しかし慶州の備えが必要な孫悟は高陵に十分な兵を割けない。以前の合肥での戦とは逆に貨幣で魏軍を迎え撃つ孫悟。孫権はこの窮状を打開するため猛将たちを戦場へと向かわせた。定邦、関寧、両党、周泰、虎の孤高が今高陵に吠える。帝昌炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。魏は曹操が死に、曹丕が後を継ぎました。蜀も劉備が死に、この劉禅が継いだとか、乱世の長さを思わせますね。戦の世、早く終わらせたいものです。曹操も劉備も死んじまうなんてな。次第に時代の時代ってことか。やれやれ、義もせわしないな。しかし高陵を攻めるとはいやらしいね。ここは孫悟の戦線で最も手薄、つくのは浄土と言えよ。そしてそれを守るのがそれがしらの役目だ。ああ分かってるよ。しかしこんな砦よく作ったね。周りを張りぼてで囲んだんだって。敵からは一見立派な要塞に見えよ。だが迫られればすぐに虚飾は暴かれる。少しでも時が稼げればいい。その間にそれがしらで葬儀の主力を断つ。了解。そういう戦は嫌いじゃない。さあじゃあ始めるとしますか。この砦で敵を引きつけていただきたい。それがしはその隙に山道から敵主力を吸収せん。了解。こっちの守備はうまいことやっておくよ。突如現れた巨大な砦だ。怪しいな。覚悟、警戒しつつ進行せよ。皆が敵の目を引いてくれている。それがしの急がぬだ。さてはどの者か。ここはわしが通さんぞ。立ち止まっては俺が、それがしの任務を果たすため、ここは押し通る。なんという武勇。
守ろうか。いわゆる手柄ってやつだ。にはいかん。致すことない。ならば力にてまかり通る。怪しげなやつってのはお前だな。ここは通さねえぞ。兵器が備えてあるぞ。それは迂回せねばならぬようだ。連盟、南より側軍が接近中。我らの火星に来てくれたようです。おっと、味方とはぐれたか。かもしれない。して通すんじゃねえ。この城がこんなところにだと。月のごとく開けるわけにはいかん。これ以上は持たぬか。決めつつ来ましたね。
ました。この砦をあなたの防御としましょう。私と銀行は南方から進んでいる。少し気になって制圧に向かおう。ごめん。破られるとならば本庄軍員が参る。感じです。総飛を狙うぜ。自分がいるから総飛どもには触れさせん。いざ総飛。
ポーズも信号の壁とならん。これも食の助力あってこそ。いざ共に敵の本陣へと踏み込まん。全力で行く。ここは私が守る。さあ参るぞ。いいね、この調子で簡単な。よくもまあ、その奮闘無駄だと思い知るまで。俺が知らぬ数が決して無駄なのではない。勝利にてそれを明かしてみせよう。こそさあ、外貨を剣業へと響かせようぞ。